このゲームの注目は、なんといっても名古屋ドームでのドラゴンズ戦で27イニング点を取れなかったタイガース打線がいつ点を取るかでした。それは意外にも早い回に落とされます。2回、前回完封されているドラゴンズ山本昌からペレス広沢が連打して絶好の得点チャンスを作ると、打席にはルーキーの藤本。会心の一振りで2人のランナーを迎え入れ、実に29イニング目でドラゴンズから点を奪うと、おせおせムードのタイガース。地元甲子園の大声援をバックに、このところ当たりが止まって打率も2割を割ってしまった3番今岡にもタイムリーが飛び出し、この回一気に5点を奪います。しかし先発福原の調子が今一つ。でも心配ありません。先制タイムリーで乗っている藤本がこのプレー。がぜん流れを引き寄せると、とどめはこの人、今日6番に下げられたクルーズ。第6号のツーランをバックスクリーンへ叩き込み勝負あり。今までの鬱憤を晴らすかのような猛攻を見せたタイガース、勝率も5割に戻しました。タイガースの福原は8回を投げて今シーズン2勝目をマーク。一方のドラゴンズ山本昌は7失点で初の黒星。タイガースは今シーズン初の3連勝です。トレードで横浜からやってきた春がチームに合流。星野監督早速6番レッドでスタメン起用。2回その春に左の第1回阪神先発川尻からノーアウト1塁3塁のチャンス。しかしサードゴロ、このサードゴロがきっかけとなって下りのランナーがアウトになってしまいます。中日結局無得点。タイガースも中日先発野口に対して5回ワンアウト2塁3塁のチャンス。しかしセカンド正面のゴロでサードランナー広沢が飛び出してタッチアウト。これで2アウト。続きバッターピッチャー川尻でチャンスは次へたかと思いましたが、今シーズン初ヒットがなんとタイムリー。阪神ベンチにとっては嬉しい誤算で1点を先制。ところが6回、ランナーを1人置いて立浪。浜風のない甲子園のライトスタンドに飛び込む逆転ツーラン。ゲームは1点を争う展開になります。7回阪神先頭の矢野、バックスクリーンに一直線、値千金の同点2号ソロ。そのすぐ後の8回阪神のマウンドには弓永、しかしこれが誤算。先頭バッターにフォアボールを与え、ツーピーバッターの当たりはショートの頭の上。これがタイムリーとなって中日勝ち越し。こうなると中日ベンチもここまで自責がゼロの岩瀬を投入。しかしこちらも裏目、ツーアウト一塁二塁からバッターは矢野。4試合ぶりのスタメン出場で貴重な2打点目。阪神3対3の同点に追いつきます。さらに9回ツーアウトからチャンスを作って一塁二塁でバッターは4番ペレス。この当たりでセカンドランナー赤星がサードを蹴ってホームイン。タイガース今シーズン初のサヨナラ勝ちで4連勝、中日と並ぶ2位浮上です。ゲームの後半